ないけど熱中症にも負けないその、うんうん、っていう風な、うん、そうですよね、うん、でも実際そうでしょ、うん、一心茶の飲んでなんか気持ちよくなっちゃったりとか、うん、そうですね、うちはあのお中元でちょっと 送ってもらってるじゃないですか、おばちゃんね、ええ、はい、最近はばあちゃんはあのなんて言うんでしょう、あのまあ老人ホームに入って飲み物飲めなくなったんですけど、おばが飲んでるんですよ、 あれはいいって、ああはいはい、あの飲んでて あれ飲んでるとこう、はい、結構こう体の調子もいいし、うん、あのおばちゃんもちょっと血圧高めだからねとかなんとか言いながらこう、はい、ガブガブやってくれてるみたいなんで、うん、すごい喜んでもらってるんで、まあ いつもありがとうございます、本当に助かってますよ、ああそうですか、ええ、いや本当にそういう風に言っていただくとありがとう、うん、なんかそういうふうな本当にこう、うんうん、この熱中症でバタバタこう倒れられてるような、うん、でまたニュースにもなってるようなこういうふうな時期、うん、やっぱりこう一心堂のこういうふうな健康茶を飲んでるからっていう分で、うん、なんかこうアピール、まあ、正直に言うかアピールできればあれかなと思うんですよね、そうです。